洗濯機事業部は昭和26年にナショナル洗濯機第1号が重曹工場で誕生して以来、姫島、福、そして現在の三国工場と生産台数の飛躍的な増大とともに工場の規模も大きくなり、製品の研究開発も他に先んじて業界をリードする今日の姿となったのでした。この陰には常に洗う技術を精密なデータに基づいて研究した電化事業本部研究所の皆さんの隠れた努力を見逃すわけにはいきません。11月5日に業界最初の300万台の新記録を打ち立てたのは、全従業員がこの洗う技術に徹し、それがお使いになる世の奥様方のご期待に応えたからにほかなりません。いわば奥様に選ばれ作られた300万台の新記録です。戦後主婦の家庭労働からの解放は日本における生活文化の革命でした。その勇敢な旗印の担い手、それがナショナルの洗濯機だったのです。今生産される一台一台に込められる技術と良心が豊かな電化生活のシンボルとして世に続々と送られているのです。国内のみでなく、日本の洗濯機の代表として海外でも広くご愛用を受けていますが、まだ国内においてすら普及率は 44%。 洗濯機はまだまだ伸びます。ナショナルの名とともに。